中国民主党全国委員会の共同主席である汪群涛氏は、ファールンゴン創始者李鴻志氏が最近発表した文章「人類はなぜ迷いの社会なのか」を読んで、執筆者に対し、同文章が現在の混乱の根源に直接言及し、人類の最終的な救済の道を示していると語りました。汪群涛氏は海外で著名な反共民主活動家です。北京大学で学士号を取得した後、アメリカのハーバード大学ケネディ行政大学院で修士号を取得し、さらにコロンビア大学で政治学の博士号を取得しました。中国本土での民主化運動に従事したため、中国共産党によって何度も投獄されています。現在、汪氏は中国民主党全国委員会の共同主席を務めています。たとえ私たちのように人類の運命に深く関心を持ち、世界が良い方向に進むことを願うものであっても、現実にこの世界が多くの面でますます悪化していると感じるとき、当然ながら多くの事象が今日の軌道に沿って進んでいくとすれば、全体として世界がますます狂っていき、将来的に本当に人類が滅びるかもしれないと思うのです。2023年1月20日以降、李鴻志氏は、なぜ人類はいるのか、なぜ衆生を救い再度するのか、なぜ人類は迷いの社会なのかの一連の文章を発表しました。汪群涛氏は李鴻志氏の文章を次々と読んだ後、李鴻志氏は乱れた世界に救いの道を示していると考えました。つまり、天体が上、中、英、滅の最終段階に入り、すべてが滅亡に向かうとき、こうした文章が世に現れて、人々に迷いから抜け出す道を直接指し示しているのです。信仰を持つ者にとって、これは比較的理解しやすいことです。創造主は慈悲深く憐れみの心を持ち、宇宙の崩壊とともに、衆生や数多の神々の体と魂が永遠に消えることを望んでいません。そこで、地球という場を与え、迷いの中で苦しみながら修行する機会が与えられ、最後その迷いから抜け出した者には、新しい宇宙へと戻る機会を与えようとしているのです。汪群涛氏は、混乱の根本的な原因は、実は人々の心が悪くなったことにも由来していると考えています。例えば、核戦争や疫病、環境や自然に関する大規模な災害などの出現は、これらは一見すると人間が抗えないものであり、これらの問題が人間の破壊行為や心の悪化に関連していると広く信じられています。科学や技術が発展し、さらに自由な条件が整うと、人々の心は次第に貪欲になり始めます。人間性がさらに乱れると、当然社会もますます混乱し、人々の関係も乱れ、人々は自分に対する抑制もなくなっていきます。こうした結果として災難が引き起こされ、いわゆる天災も根本的には人災と言えます。すべては人の心が正道から外れることによってもたらされた災いなのです。汪群涛氏は、中共が政権を掌握して以降、人類の領地や道徳を破壊し、人々を深い絶望の淵へと導いてきたと述べています。しかし、彼はこの文章はまた、人々に困難の中でも善良さを保つことができれば、幸運を招き、災いを避け、明るい未来に向かって進むことができると励ましているとも信じています。なぜ退党、散退、そして旧票から始めなければならないのかというと、それは人の心が良くなければ、どのような制度でもあなたを救うことはできないからです。なぜなら、これらすべての制度の中で人が必ずしも良くなる保証もなく、人類の滅びを防げる保証もないからです。私たちは自由や民主主義の中にあっても、その現実を目の当たりにしています。逆に言えば、最も重要なのは人の心、すなわち人の心の中にある善を守ることです。これこそが人類にとって唯一の道です。本性を固く守り、無明の世界で迷ってしまい真理が見えない時でも、本性を保ちながら一歩一歩苦しい修行を重ねることで、やっと幸福に到達できるのです。 NTD ジャパンがお伝えしました。 We would like to help you maintain a healthy body and mind so that you have the strength to enjoy a productive and fulfilling life. We want to keep you informed, up to date,
and part of society's progress so that you can make the best decisions to support your family and your community. We want to offer you the best education so you can grow wise and fair. And join us in building a positive future for humanity. We hope to inspire you with goodness and compassion, to nurture your heart and soul with love and kindness, and fill your spirit with positive things. We'd like to share the tastiest meals with you, because you are part of our family. We want to bring you the most interesting, funny, moving, and exciting things so we can enjoy every single day together. We want you to be the best part of our world. Kanjing World. Technology for humanity.